このさん、民番は小野さん、おはようございます。いやね、大変ですよ。雪降ってますよ。またもや。いやもうね、たまんないですね、これね。積もりそうな気配ですね。しかも今回のはボタン雪ですね。溶けるのも早いけど、でもこれ積もるのも早いんだろうな。今日まだ宝くじ買いに行ってねえや。まずいな、これな。まあしょうがないですね、こればっかりはね。あ、それでね、ほら、昨日2人、ね、の YouTuber の方ご紹介したんですけど、今日の新人 YouTuber、 違う、有望待望 YouTuber 紹介コーナーなっちゃってね、何偉そうなこと言って言われちゃいますね。あとね、ホリック&フォビアさんっていう方なんですけどね、まあ、こう音楽とか映像のこう作品をね、動画で上げておられるんですよ。で、まあね、私たちの頃だとね、まあテクノミュージックって言ったんですけど、今は何ていうジャンルになるんですかね。まあテクノって言えばね、ほら YMO とか、あとクラフトワークとか、あとまあデビッド・ボーイなんかも本当はテクノなんですよね。実は、まあ、全然世代が古くてね、ホリック&フォビアさんとか分かるかどうか分かんないですけど、でね、 YMO だとね、私はね、高橋幸宏さんの割と音楽が好きで、ずっと聴いてるんですよね、彼の作品は。でね、北欧だったっけか、ザイングリフっていう、まあ、誰も知らないですけどね、結構高橋幸宏とねコラボしてましたよ。ザイングリフっているんですけど、まあ、彼なんかも好きでしたね。もうまた昔話してるのかってね。それでね、高橋幸宏さんはね、昔ね、渋谷のね富ヶ谷にね、クイーンズっていうね、クイーンズってね、クーっていう字ね、口辺書くんですけど、クー、インは飲む、スはね、ネスト、クイーンズっていうね、バーが、隠れバーがあったんですよ。そこによく来てましたね。一回はね、高中正義なんかと来てね、いましたよ。で、私は横で飲んだんですけどね、まあ、当時の彼女と、後ろでビリヤードやってましたよね。で、順番待ちしてたんで、終わってから、じゃあ次ですかなんて、まあ、その程度の言葉しか交わしてないですけどね。でもそのクイーンズっていうバーは結構、芸能人がお忍びで来てましたよね。まあ、車でしか来れないし、まあ、割とそのなんていうんですかね、一般ピープルはあんまり来なかったんですよね。まあ、私はもちろん一般ピープルですよ。ただのミーハーですけどね。でね、中1階っていうか中2階みたいになってて、でそこにソファー席があって、奥にビリヤードがあって、で地下、まあ、地下も半地下みたいな感じなんですけど、階段を降りて地下に降りていくと、アップライトピアノが置いてあって、やっぱりソファーが置いてあって、まあ、すっげえ怪しい場なんですよね。で、基本料理は中華なんですよ。私は当時よく行ってましてね、大会山住んでた頃なんで、まあ、車で10分かかんないぐらいだったかな、246越えて富ヶ谷、まあ、代々木上原の近くなんですけどね、よく行ってましたね。で、私が行くともう、まあ、黙っててもマンハッタンが出てきて、あんまり当時ビールとか飲まないでね、マンハッタン飲んでましたね。で、マンハッタン3杯くらい飲むともう結構来ちゃうんで、で4杯目にサイドカーとかね、あとニューヨーカーとかね、ニューヨークかね、カッコつけてね、親父はカクテルだなんてね、カクテキ食ってた方がお前似合ってるよってね、いや、おっしゃる通り。でもね、割とそのバーは好きでした。だから何年か前にね、あと久しぶりにまた行きたくなって行ったんですけど、もうクローズしてましたね、うん、まあね、ずいぶん昔ですからね、もう30年、いや25年、20年くらい前、いや25年くらい前かな、ね、いい、ああいう店がなくなるのは寂しいですね。そうそう、それでね、このホリック&フォビアさんね、なんかいいですよ、彼もね、すごく彼もセンスがいいですよね、やっぱり。
ね、でも YouTube ってすごいな、だからいろんなこうクリエイターがね、あの今まで埋もれてた、でそのままやっぱりいろいろね、家庭の事情とか経済的事情でそのまま、社会人になったりしてもそういう夢を諦めた人っていっぱいいると思うんだけど、 YouTube ってそういうものをね、掘り起こしていくんでしょうね、これからね。だから夢を諦めない、そういう人たちがね、で年寄りもそうですよね、こうもう人生もね、もうほぼ見え先が見えてきてね、私みたいにね、それで夢を諦めてた、ここ BGM はねサザンかな、夢を諦めてって歌なかったでしたっけ違ったっけ、なん夏を諦めてか違うじゃん、全然違うじゃんね失礼しました、あれ夏を諦めてですね。だからそういうね人たちをもう夢を諦める前に夢をもう発掘しちゃうんですよね。やっぱ YouTube ってすごいなって思った今日でしたとちょっとすいません、あのなんか雪がすっごく降ってきたんで、これやばいな、ちょっと宝くじまだ今日予想してないんで、今日予想して大急ぎで買いに行かないと、すいません今日はこの辺で失礼させていただきますチャオ。ちょっとねあの見せましょうね、雪ね、すごいよこれ、大変なことになってますよこれ雪、まあ、こっち向けなきゃ分かんないな、すごいなこれな、雪やばいやばいぞ。